皆さんこんにちは、タキャンゲームチャンネルアルファです。今回もですね、伝説編、11章、やっていこうと思います。今回はね、ジャッカルをね、追い詰めていくという、ところになります。あまりね、このジャッカルとかね、結構序盤の方の敵なんでね、あんまりこう記憶にないんですけどね、ジャッカルにね、封印を解かれるあたりの記憶はね、残っております。次のね、12章、でね、お話しすると思いますけども、あれもまたなかなかね、倒し方がね、すごいコミカルでね、面白かったんですよね、あれね。見てた時はね、そこまであれだったんですけども、こう思い返してね、見るとね、非常に面白いです、あれはね。今のところね、サクサクですね。前回のね、動画同様、自分でね、オート機能使わずに、プレイしております。で、戦うコツとかはね、また別動画で、上げようかなとは思うんですけども、結構ボス戦とかですね、強い敵相手には、どうしたらいいかとかね。ただこの伝説編ね、今のところですね、ケンシロウ一人なんで、シールドが破壊されるとですね、一定期間ピヨっちゃうんですよね。なので今のところはまだ敵が弱いんでね、大丈夫なんですけども、その辺をね、ちょっとね、考えながらね、敵が強くなってきたらね、やっていかないとね、いけないなというふうにね、思います。味方がね、3人の場合はね、ピヨったらすぐ交代させればね、すぐ復帰っていうかね、そのキャラにチェンジできるんで、無駄がないんですけどね、1人の場合はちょっとね、大変ですね。あんたか、探したんだぜ。な、仲直りしようじゃねえか。こいつは人間じゃねえ。化け物だ。やつ、もうやつを解き放つしかねえ。
ジャッカルもね、なかなかね、味方を裏切るからね、今度あの自分の中にもね、裏切られそうになってね、それでもね、その敵っていうかね、味方もね、殺してまでね、自分だけ助かろうとするね、なんともすごい、キャラクターですけども、まあ、ジャッカル、うん、ジャッカルってそんなにね、なんかね、あの爆弾あの攻撃がね、得意な、まあ、イメージしかないですかね、常になんか爆弾持ってる的なね、まあ、イメージですかね、あんまりね、まあ、先ほども言ったけど、うん、記憶に残ってない感じのキャラですね。はい、でまあ今ねこれオート機能使わないで、自分でね操作してるんですけども、まあ通常奥義と伝承奥義と何て言うんでしょう、この通常奥義のね、どんな技が出るとかで事前にねちゃんとチェックしておくと、技ねこれ出したら次これ出そうだとかね、戦略としてもね使えるんでね、そのようにね、やっていくとねいいと思います。11章クリアしましたね。次はついに現れたこの12章、デビルリバースですね。はい、まあ、今回もねサクサクっと終わっちゃいました。はい、最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。